天才狩り、星に。ファンタジー風江戸時代っぽい世界で、博打打ちの人族のオスが主人公。そのオスには許嫁がいたが、その許嫁のメスがなんやかんやあって化け猫の花嫁に生贄にされるという感じから、主人公は自分の許嫁を化け猫にさせないように、その主人公の家が、お酒を飲むと化け物じみたクソ強戦士になれるという家系だったために酒を飲んでクソ強化け猫を倒して許嫁を助けて、そこから化け物退治を始める漫画。この漫画は勢いがあるし、初期設定もジャンプっぽい感じの設定をしているが、チャンピオンっぽい感じで、まず作画がそこまでお上手ではない。次に線の強弱の使い方が独特なためあまり上手くない作画と合わさって読みにくい。ここからネタバレ。次に、主人公の許嫁の父じゃが実は化け物狩りの手だれということからこいつが主人公とナルトのサスケみたいなやつの師匠になるという設定なのだが、こいつは主人公に山場を見せるために自分の娘が生贄にされるというイベントを無視して助けない。さらには自分の村に化け猫がいるという情報があるにもかかわらず、事前に処理していないというシナリオに大きな矛盾が存在する。そういった矛盾だったり作画がある一定数を超える漢字をこなさなければジャンプ漫画として連載は難しいのだと感じるだいぶ惜しい作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。